エッグスラットは卵料理の一種。アメリカ西海岸のロサンゼルスで流行している。ガラス瓶の中にジャガイモのピュレと卵を入れて湯煎した料理。コドルドエッグ。アンエッグスラットソーセージ、エッグアンドチーズサンドウィッチガラス瓶の中にハーブやスパイスなどで味付けをしたピュレ状のジャガイモを詰め、その上に生卵を乗せて湯煎した料理。卵が白くなり半熟になるまで湯煎し、 小口切りにしたチャイブとグレーソルトを散らす。卵とポテトを瓶の中でかき混ぜ、クロスティーニと呼ばれるトーストしたパンに乗せて食べる。この料理の明確な発祥は定かではない。半熟に調理した卵と茹でたりローストしたりしたジャガイモの組み合わせは、ヨーロッパでは古くから親しまれているものである。マッシュしたジャガイモで作ったココットに卵を入れ、 オーブンで半熟になるように焼き上げる料理もある。また、フランスでは、容器の中にジャガイモなどの具を入れ、卵を入れて湯煎するという料理は、一般にココットと呼ばれる。X ラット以外にも、同様の料理を提供する店はある。アメリカに3店舗を構えるフランス料理店ボーチョンでは、これにソテーした、ほうれん草とマッシュルームを加えたものを提供していた。また、 バルセロナのレストランラーガボノテカでは、滑らかなジャガイモのピューレの上に、卵、トリュフ、オイルを加えて湯煎したものを、エルポチとの名称で提供している。どちらの店も、ガラス製の保存瓶で提供している。アメリカでは、この料理は、コドルドエッグの一種であるとみなされており、実際このスタイルの卵料理の一般名称として、エックスラットと呼ばれることはない。 しかしこの料理が2011年にロサンゼルスの小さなフードトラック X ラットで販売されると口コミでしばたたく間に人気に火がつきダウンタウンに店舗を構えるやいなや街で知らない人はいないほどの行列店に成長するこのアメリカ発祥の流行が国外にも伝わるようになるとこの料理は世界的に知られるようになったありがとうございます